雇用を生み出すことに最も力を入れてきたところであります。この7年間で400万人以上の雇用を創出をしてきました。しかしこういう厳しい時に何をやらなければいけないか、それは雇用を守ることなんだろうと思います。リーマンショックの時の経験をもとにですね、まずはやはり一番苦しいのは中小企業、小規模事業者の皆さんなんだろうと。こういう皆さんに雇用を継続していただかなければなりません。そこで4月からはですね、雇用調整助成金の助成率について、解雇等を問わず、雇用を維持する企業に対して、正規非正規にかかわらず中小企業は 90%、 大企業でも 75% に引き上げていきます。引き続き日本国民にとって最も重要な雇用の維持に全力を挙げてまいりたいと思います。で、給付金、現金の給付を行います。これは、収入が減っている方々、もそうなんですが、最初に申し上げましたように中小小規模事業者の皆さんや個人事業主の方々も、いわば経営を継続していく上において考えていきたいと、こう思っています。そこで、国民みんなに給付を行うかどうかということでありますが、リーマンショックの時のですね、あの時も給付金を行いましたが、あの時のことも経験にを、鑑みればですね、このやっぱり効果等を考えれば、そういう、ターゲットをある程度置いて思い切った給付を行っていくべきなんだろうなというふうに考えております。はい、それでは続いては松本さん。NHK の松本と言います。東京オリンピック・パラリンピックの開催が1年程度延期になったということですが、開催にはですね、新型コロナウイルスの感染収束が前提となると思います。先ほど総理は長期戦の覚悟を語っていらっしゃいましたけれども、長い戦いでもですね、やはり出口が必要だと思います。その出口となるその収束の見通し、あるいは目標、これを示すべきだと考えますけれども、いかがお考えでしょうか。またその延期によってですね、政治スケジュールの方が流動化したという指摘もあります。来年秋には総理の自民党総裁としての任期、また衆議院議員の任期も満了します。衆議院解散の判断はですね、オリンピックと同様感染の収束が前提となるのか、またその収束した場合に年内にも行いうるのか、お考えをお聞かせください。まずオリンピックを、